はい、どうも皆さんこんにちは、ほこというものです。はじめましての方はじめましてということで、今回も CD 紹介やっていくぜということなんですけども、今回もかなり有名な曲が来てしまいました。今回はですね、はい、もう結構あんまメジャーじゃない CD を紹介することが多いんですけども、こちらの岡本真夜さんで Tomorrow でございます。もうこの曲はミリオン言ってますからね、はい、日本人ではもう知らない人はいないんじゃないかと言ってもいいぐらいの、はい、有名な曲であり名曲でございます。 Tomorrow なんですけども、まあ、涙の数だけ強くなれるよっていうね、フレーズはもう赤ちゃんからもうおじいちゃんおばあちゃんまで、はい、誰もが一度は聞いたことあるでしょうという感じなんでございますが、はい、この曲はねもう本当に、僕もちっちゃい頃から知ってますね、はい、なんて言うんだろう、これ95年の曲なんですけど、もう全然僕なんか生まれてないですけど、それでもやっぱ未だにテレビで流れたりしますもんね。やっぱ岡本真夜さんの、代表曲だね、うん、この曲が一番と言ってもいいんじゃないかな。代表曲、まあ、他にも何曲も素敵な曲ありますけども、代表曲かなと思っております。 TBS 系テレビセカンドチャンスの主題歌ということで、まあ、正直これテレビってことはドラマとかじゃないのかな、なんか普通にこうバラエティとかなのかな、もうそれすらも分かんないぐらいこの番組のことは知らないんですけど、この曲のことはね知ってるんでね、はい。そしてカップリングがブルースターという曲、その2曲の、オリジナルカラオケが入っておりまして4トラックになっております。このねカップリングのブルースターという曲もすごく素敵な曲なので、ぜひ聴、いてみてください。まあこれ見てる方は多分知ってるような気がしますけどね、はい、Tomorrowでございます。ということで、ここでした。少しの皆さん、お手が下さいました。高評価ボタン、そしてチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。今現在、チャンネル登録者数が518人ということで、なんで300人減らしたんだ、ごめんなさい。518人ということで、あと2人で、あと2人この2に引っ張られた、台本を1個読み間違えたみたいな感じですね、頭の中のね。はい。あと2人で520人を目指しております。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。で、ツイッターに参加のライティクト、この動画があるから、ぜひぜひチェックよろしくお願いします。ということで、ここでした。また次の動画でお会いしましょう。バイ、この丸。